お疲れ様です。週足を見ております。第16週目のテクニカル見通しをお話ししていこうと思います。まあテクニカルの見通しとは言ってもね、ちょっとこれ、今回は介入が前提になってますので何とも言いません。しかしですね、これは介入が入るだろうという多くの市場関係者のやっぱ予想を、うん、介入をする財務省の方も意識してますからね。案外このまま放置して、153円、ここに馴染むのを待ってるかもしれないですね。 いや、しかしですね、この16周目に限っては、全くトレードしないってわけではないんですが、ロット抑えめで、しかも、いつもよりね、小刻みにリグいをしていこうと思います。ですんで、あの、含み益が出たらね、10ピップスぐらいでどんどん利確していくみたいな感じです。まあ、そうして、大きな損害を抑えるために、ロットもちょっとね、弱めにしていく。まあ、そんな1週間にしようと思いますね。で、この1週間が介入なしで、えー、同水準153円になり、 ちょっと小戻しして152円になりに行くようでしたら介入はないんだというふうに考えて通常通りのテクニカル見通しに直していこうと思います。まあとにもかくにもですけども、この周波を見るとね、こちらとこちらのポイントも完全に超えてしまってるんで、これはいつね、下への強制的な介入があってもおかしくないなと思っているところです。まあそれはもうね、えー、私が申し上げるまでもないと思いますけどね。えー、で、冷やしの方ですけども、 日足はこのように大ききく突き上げましたんで、えー、この形だけ見るとね、上昇トレンドなんですよ。こっちの方に向かっている上昇トレンドね。で、細かく言うと、押し目を作って、さらに大きな押し目を作って、そして横ばいから上に抜けたという風に見られるのは同じです。うん。まあ、ね、ドルと円のバランスっていうのがありますからね。これはもう、介入が1週間、どうしても頭から離れないとこです。 で、さらに4時間です。4時間は、うん、まあ、介入が入ることをもし前提にして話すなら、トリガーをかけるのはこのあたりですね。うん、151円から150円台に移り変わった時に、エントリーできるようにしておけば、まあまあの幅は取れると思います。ですので、この幅はもう捨てるってことですよね。この話をね、ここでしてもあまり良くないんですけどね。え、そして、介入がないことを前提とするなら、 ここに新しいマーケットができたっていうふうに考えていくんですよ。だから値段が下がっても、ここで頭打ちになる、あ、すいません。ここで頭打ちになるなぁと。あ,あれすいません。頭じゃないんですけど、頭打ちね。で、まあレンジなり、もしくは、もっと言うと、ここに価格帯の束がありますんで、この間のレンジを繰り返して、そして収束ブレイクがどっちかに傾くっていうふうにね、テクニカル的には考えますよ。 これが、あの、平常時です。はい。2パターン申し上げました。じゃあ次1時間行きましょうか。ね。まあ、普段通りの考え方もお話ししておかないとね。これはだから、さっき4時間でお話したのも同じで、一つは、ここに値段の束がありますんで、ここをブレイクして、上に行くか下に行くかっていうふうなね、オーソドックスな形。もしくは、え、価格帯の下がここにね、もう1個ありましたんで、前回。ここね。 だからこれを伸ばして、この間のレンジが存在するかなっていうのは二通りの見方でいくってことになると思います。はい。まあ以上ですね。はい。16週目。介入がちらついてね、なかなかその日その日で、うん、トレードに集中できないところもありますけども、まあでもとはいってもね、私たちの商売は、この FX の中からお金を取り出すしかありませんから。 介入があろうともなかろううとととももなななかかトレードの手を止めるわけにはいかないなってことです。ただし、ここまで介入が歴然としてくると、どうしても意識しないといけないので、そのために、ロットを落とし気味。普段の半分。そして、細かく利食い。通常でしたらお勧めしませんけども、10ピップス前後でも利格していきましょう。まあ、本来ならね、30ピップス前後を狙いながら行くわけですけどね。うん。こういう時は、 そうやって、資金を失うことを、まずは避けることなんですよ。投資ってのはね、資金を失わないことが大前提ですから、そうすると次の日も投資できるでしょだからね、大きく狙って、結局失うんだったら、これ、本当ダメなパターンになっちゃうわけですよ。はい。まあ、以上ですかね。はい。今週もよろしくお願いします。